皆さんこんばんはー。1分か2分早く始めました <laughs>。1分か2分 <laughs> ちょっと9時からって言ったんですけど、多分今59分ぐらいだと思います。私はお兄さんこんばんは。こんばんはー。来てくれてありがとうございます。マイメロ好き好きボットさん好き好き結婚マイメロと結婚するんですか？マ <laughs> イメロちゃんが好きなんですよね。きっとマイメロマイメロ。 マイメロ女好き好きん <laughs> こんばんはありがとうみんな今日は何曜日だ土曜日んあったよね土曜日 <laughs> クオンさんこんちわあクオンさん無言無音クオンさんだマイメロ女が好きなんですえ何それそんなのあるのマイメロ女とかあるのそういうジャンル なにそれ <laughs> えー、マイメロマイメロっぽい人が好きってことかななで無音じゃないクオンですだとちょっとクオンさんに書きそうだったじゃないですか今メモメモ用意したのに <laughs> えっとなんだえっとありょうさんマームちゃんはーい来てくれてありがとうございます てつさんマムちゃんこんばんはこんばんはありがとうございます来てくれてークォンさんだからお知らせしましたうんありがとうございます <laughs> なんで無音じゃないのにあっちょち無音じゃないのに無音って書いてあるんですか無音無,無音無音クォンさんまあ語呂合わせはいいね無音え無音無音クォン <laughs> 今日は土曜日か 私は今日はね友達 B と遊んできました。<laughs> もうねたくさん食べたしたくさん飲んだしねもう今日はマジで食の一日だった気がします。食。なんか映えスポットに行って友達に友達 B にめちゃくちゃ写真撮ってもらって、まあ、友達 B の写真ももちろん撮ったし二人でも撮ったしそれでそっからえっとなんか 3時ぐらいにちょっとお腹空いたねっつってなんかケーキ食べに行こうみたいな感じでケーキ食べに行ったはずなのになぜかお肉食べちゃって <laughs> それでそっから何したっけなえっとあれなんかなんかあっそうだ私マーベルのポップアップストアに行ってそっからえっと スプアップストア行きますそっからえっとねあそうだ夜ご飯食べて夜ご飯ん何食べたっけ今日あなんかスープの美味しいところ <laughs> 食べてそれからあのまたあの帰り道の途中にあのタピオカ屋さんがあって私はあの、タピオカなしの えっとなんだっけなんかライムライムジュースみたいなの飲んだ <laughs> クオンさんさっきまで無音だったので戻すのがめんどくなるほど光吉さんこんばんはこんばんは来てくれてありがとうございます福ちゃんさんこんばんはこんばんはマッキーさんこんばんはこんばんはテトさんこんばんはこんばんは やすしーさんこんばんは会いたかた、ありがとうこんばんはってくれてありがとう。<laughs> 皆さんありがとうございます今日はねほんと1日中出てた1日中ではね、昼から今ベリービジーオーマイガーシなのに来てくれたのありがとう <laughs> 頑張ってビジービジーを乗り越えてください乗り越える乗り越えるって言い方あってんのかな またあとでくるね。うん、バイバイ。<laughs> ありがとう。またあとで来てください。いやー、今日はたくさん食べた。し、たくさん飲んだ。もうなんかいっぱい。お腹かいっぱい。お腹かいっぱい、お腹かいっぱい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。は <laughs> あー。

その発言理系だわみたいな思うことが多すぎてね楽しいなんかねなんじゃろううまく思い出す思い出されんけど私はすぐ確率を計算しちゃうタイプなんですけど友達はすぐなんかあのその素材の原料とかを言い始めたりとかしてあ理系だわって思っちゃう <laughs> マッキーさん50マムちゃん終了ですありがとうございます ありがとうありがとう,ありがとう <laughs> ちょっとさうん何でもない <laughs> 明日は日曜日ですね明日お休みかなみんな私はね友達と遊びますちょっとね今週 <laughs> なんか遊ぶ予定が多いが <laughs> 明日は友達と遊びます 今日も遊んだし昨日はおばと遊んだしやばいね遊びまくってるわなんか充実した遊びだ <laughs> 何充実した遊びめちゃくちゃ充実してるおけんちゃんさんこんばんはこんばんはありがとう来てくれてありがとうございますちょっとね眠いんですよ実は <laughs> 実は眠いんですよとか言ってでも昨日 何時寝たっけな多分ね11時ぐらいに寝たんですよ夜11時ぐらいに寝たのに今日あの目覚ましかけずに寝たら朝12時に朝じゃない昼 ?12 時に起きちゃってしかも電話がかかってきてなんかセールスの電話が <laughs> それでさ「はい」みたいな感じでさ出たらさあのセールスだってさ <laughs> マジでもねその電話のおかげでねちゃんと今日間に合ったっていうあって今日さ1時半集合だったわけよ1時半 うんじゃけさいやさすがに起きるっしょと思って目覚ましかけんかったらさまさかの12時まで起きんかったっけんねでも久しぶりにめっちゃねゆっくり寝た13時間ぐらい寝たよ、はあ、10時間以上寝たの久しぶり <laughs> クオンさん遊び人マブイエイ <laughs> いやでもやっと遊び人になってきたマジでさ3年くらい前とかはさあの あの休みの日に外に出て遊ぶっていう考えがそもそもなくて私の頭の中に最普通に家でさドラマ見たりさ映画見たりして過ごしよったんですけどさ最近は結構友達と遊ぶようになってきたけ <laughs> んケンちゃんさんパリパリピポか違います多分 <laughs> 私はあのパリピの皆さんを見て楽しむタイプの人ですわっつって楽しんじゃう 本当ね私はパリピの皆様がとても好きなんですよだっていい人ばっかりだもんいい人ばっかり私はそう思っておりますギャルとかも大好きだからさ中学の時とか友達ギャルばっかりでなんか本当にギャルが好きだったの私は私はギャルじゃなかったけどあのギャルが本当に好きでちょっと <laughs> 友達ギャルばっかりとかでであのー やっぱ掃除とかしないじゃんギャルの子って「知らないじゃん」つってなんか申し訳ないけどその言い方 <laughs> 掃除とかあんましなかったけど私が「一緒にやろうよ掃除一緒にやるよ」とかって言って一緒に掃除やってた <laughs> だから私よく班長になってたんだよね「<laughs> マムちゃんは誰でと一緒の班、ね、で?」みたいな感じで「はい」みたいな感じでマムちゃんとだったら掃除するからとかやったー」つって <laughs> そう本当にいい子だからみんな。 本当にいい人なんだよね、やるって。だから大好き。ケイさん、はじめまして。あ、またはじめまして詐欺だ。ありがとう、はじめまして詐欺。こんばんは。来てくれてありがとうございます。いやー、今日はね、一日出歩いてちょっとね、疲れました。一日って言っても、ほんと昼過ぎからでゃけどえ。めっちゃポップコーン食べたいわ。ポップコーンが食べたいで、とても。 ポップコーン食べたい気分。バター、バターがいい。バター、バター、塩バター、塩バターがいい。塩でもいいけど。私絶対ね、ポップコーンは塩派なんよね。何があっても塩。<laughs> 昔からそう。やっぱシンプルイズベストって言うじゃん。イズザベスト。うん。ベストの前にはザをつけましょうベストあ、じゃあ最上級か。最上級の前にはザをつけます。ケ <laughs> イさんあ、間違えた。 クオンさん、ギャルマスターマム <laughs> どうもギャルマスターマムですよろしくお願いしますケイ <laughs> さん、さっき花火大会終わったあ、今日花火大会そうなん <laughs> 花火大会か、去年一回行ったけどね一回、友達と行ったけどそれ以外行ってないわなんか、今年も特に花火大会ちょっとね、そっかそっかもう全然花火大会とか疎くて どこいつ何が何の花火があるとか全然知らないけ <laughs> いちゃんさんはチーズ派かえチーズとかめったになくないチーズポップコーンチーズ味のポップコーンめったにないね私あんま食べたことないわあでもあれはなんかさ有名なのポップコーン屋さんあるじゃんなんかカンカンに入って売っとるやつもうカンカンじゃないのもあるけど普通に紙袋に入ってるやつかカンカンのなんかめちゃくちゃ有名なさやつあるじゃん <laughs> 日本のやつじゃないポップコーン屋さんあそこのさポップコーン屋さんのさチーズ味めっちゃ美味しいわケンちゃんさんマーベル見るとき必ずチーズポップコーンえ映画館ってことえちょっとそれいえばさケンちゃんさん聞いてほしいんですけどケンちゃんさん聞いてほしいんですけどとか言ってうんググッレットガレット,ガレット ガレット、ガレット。お家あお家ねお家で見るときはチーズねあアルゴンさんやっほーあそうちょっとあの聞いてほしいんですけどみんな聞いてほしいんですけど、まあ、特にあのマーベル好きな方に聞いてほしいんですけど私あのずっとアベンジャーズ「アベンジャーズアベンジャーズ」って言ってるんですけど一番推してるのはシールドなんですよそのシールドっていう、まあ、組織なんですけどアベンジャーズと別にあるでその,あのシールドめっちゃ押してて あのー、最近ポップアップストアになんかシールドのコップが入荷しましたみたいなやつがあったんですよそれ見ても,もう絶対欲しいって思ってたんですよ絶対欲しいってマグカップみたいなマグとあのタンブラーが入荷したって書いてあってもう絶対欲しいって思ってたんですよ <laughs> であのヒドラのやつはあったんですよヒドラのマグはあったんですけど あのそれ買った時にあのめちゃくちゃいろんな種類があったんですけどなぜかシールドなくてでもヒドラがあったからもう、まあ、仕方ないじゃあヒドラにしようと思って一応ヒドラも好きというか,なんか好きって言ったら本当にあのや,やばいんだけど <laughs> やばいんだけどまああのレッドスカルとかねうん <laughs> まああの好きというかまああのうん <laughs> だからあの買ったんですよでもしこれシールドがあったら シールドしか買わんかったんかなって考えた時にいや絶対両方買ってたなって思ってたところにそれ買ったの4月1日の今でも覚えてますマジでマジで運命のね出会いというかもうヒドラと運命の出会いを果たしてでなんかそ箱に入っとってさ開けた後にねまさかのね裏にねあの「レッドスカル」って書いてあってうエってなったんですけどそれでそれでついにあのシールドが入荷しましたってあった系けも 買いに行ったんですよ。ついにゲットしました。シールドのマグマグやってんのかな？でもさあのタンブラーの方も欲しかったんじゃけどさ、ちょっとね。2つ買うのうんと思って。結局はなんかマグの方だけ買ったんじゃけど、ちょっと次でやったら買ってしまう。ああ、本当に欲しい。あー。シールドもう一番押して。ああありがとう。流星群、本当にいっ。押してるんですよ。<laughs> あのー アルゴンさんヤッホーヤッホー言ったっけヤッホーって言ったっけ <laughs> アチェキさんマムちゃんこんばんはマムちゃん熱命中こんばんはーそうちょっと今ねあのマーベルの <laughs> 話をしてました <laughs> ケンちゃんさんニック長官かいや待ってください確かにヒューリーも好きなんですけど私が一番推してるのはいやでもな一番 <laughs> 難しいな私めちゃくちゃコールソン推しなんですよコール壮しでけどさあのね エージェント・オブ・シールド私見てるんですけどでもまだ3ぐらいまで好き見てなくてなんですけどスカイがやばいいやでもなでもなみんない,いんだよなみんない,いんだよなちょっとないやみんな好き <laughs> シールドみんな好き <laughs> ちょっとエージェント・オブ・シールドのメンバーみんな好きですマジでメイツああシモンズああフィッツああうんみんな好き シモンズとかさやっぱさああいうリケジョめっちゃ好きなんですけどいやーめっちゃ好きなんですよシールドほんとにエージェント・オブ・シールドもしよかったら見てみてください見たことない人ちょっとほんとに見てる人にしかわかんないんですけどわ <laughs> かんないんですけどえっとケ <laughs> ンちゃんさん俺はアベンジャーズより X メン派でああそうなんですね私はもうがっつりアベンジャーズ派なんで X メンちょっと詳しくないんですよほんとに。 ちょっとね、もうガチでアベンジャーズ派なんで、あの、マーベルだとアベンジャーズ派で,ですね。ですね。つっ,って。ちょっとあの、めちゃくちゃヒーローが好きなんで、DC コミックスも好きなんですけど、ちょっとジャスティスリーグね、やばいね。ちょっと、今後のね、展開が楽しみですね。一個ずつさ、一人ずつこう、今から映画があるみたいなんで、とりあえずグリーンランタン楽しみ。<laughs> ああ、ほにやばいよ、もう。 ちょっとねヒーローのヒーローロは最高ヒーロー最高あヒーロー最高 <laughs> ケンちゃんさん天才ハッカースカイわかるあスカイねでしょマジでさあのさなんであんなさこうカチャカチャカチャってさもう天才すぎるやばいよ本当にかっこいいもう私もやりたいこう任せてどうやってカチャカチャつってカチャ,カチャってやりたいもうねなるならスカイになりたいかもしんない ゆうなちゃん、ギリ間に合ったああ、ありがとう来てくれてーよかったーありがとうよかったーっつって。ありがとうありがとうありがとう今ね、あの、ヒーローの話してたの。アベンジャーズとかの。で、あの、私がめちゃくちゃヒーロー好きだから。そのね、今日ポップアップショップに行って、ちょっとグッズ買ったよっていう話。<laughs> ちょっと T シャツも買ってしまった私。アントマンとさ、スパイダーマンのさ、もうスパイダーマンの T シャツ超可愛いいんだって、もうやばいわーもう <laughs>。 スパイダーマン見に行かんといけんわいや行ったんじゃけど2回見に行ったんよスパイダーマンじゃけどもう1回見に行こうと思ってでもそろそろさスパイダーマン終わりそうじゃけど,どうしようああ早く見に行かんとやばいやばいやばいスパイダーマン終わっちゃムビチケ持っとるけさあのムビチケね4枚買ったんよでさあの1枚はあのあのそのスパイダーマンのムビチケって第1弾と第2弾があったんですよ で第1弾はななんんかフィギュアストラップみたたいな感じのをももららえてでででそれもらったんですよねであと3枚はあのポスターがついてくるんですけどそれが3種類あってその3種類全部買ってしまったというで1回は母と一緒に見に行ったのでだから私は3回見に行きますということでとりあえずあの初日に私1人で行って次の日に母と一緒に行ったんですよで今もう1枚余ってるのでもう見に行きたい早く。<laughs> んんちゃんさんアントマン買ったの買ったんですよアントマンの T シャツやばい <laughs> アントマンの T シャツ買ったんですよしかも私アントマン結構好きであのアントマンの可愛いキャラシリーズみたいなのあるじゃないですかあのアベンジャーズのそれのアントマンの買いましたストラップなんかぬいぐるみストラップみたいなやつ今カバーについてる <laughs> いやもうやばいよ本当にアベンジャーズめっちゃ好きだから でも本当にねちょっとアベンジャーズに好きになったのが結構最近最近と言っても2年3年ぐらい前なんですよ23年ぐらい前でなんかそれまでマジア,アベンジャーズのことどう思っとったんかなとか思い始めてそもそもあまり映画見てなかったんですよ昔はでもこの5年ぐらいでめちゃくちゃ映画見るようになってあのアベンジャーズとか知り始めたんで だからね、そうちょっとね、なんか分かってないとこあるかもしれないんですけど、でも一応あの、アベンジャーズ系は全部見ましたので、アベンジャーズ系は全部見ました、もう全部。しかもなんか3月のね後半にね、めっちゃ追い込んで見たんですよ。一回見たけど、全部また最初から見始めて、一気に見たんで、結構、でも私、本当に物忘れが激しいけど、そろそろもう一回見ると、ちょっとアイアンマン3とか結構忘れちゃった。 あ, Now、ありがとう。19時19分。ということで、そろそろ終わります。9 <laughs>。じゃあランキング読むね、ランキング。えー、っと、本棚さん。あ、13位。<laughs> 13位。あー、流星君ありがとう。13位、本棚さん。ありがとう。12位、マイメロ女好き好きさん。ありがとう。11位、渡丸さん。ありがとう。10位、仕事中さん。 何さんかな仕事中のサンライズさんかなありがとうございますえー、っと9位ティくん、あテイクかテイくんさんありがとうございますああすごい皆さんありがとうございますえー、っと8位ザオンさんありがとうございます7位波の観察者さんありがとうございます6位恭平さんありがとうございます5位アルゴンさんありがとうございます4位マリウスさんありがとうございます3位三ツ吉さんありがとうございます 2位マッキーさんありがとうございます。1位アジェキさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。あはは。クマさん熱弁であっという間出すな <laughs>。そうなんです。ちょっとねそう、しゃべり始めちゃったらもうあっという間ですね。そうそう。ちゃんとね、テーマを決めていたらね、あっという間なんです。<laughs> きっと、決めてなかったけど、急に思い出した、そういえばそう。ついにね、コップを買いましたという話です。シールドの。 マジシールド大好き <laughs> みんなありがとう。また明日ね朝配信できたらいいな。ちょっと明日もさ遊ぶ系さ何時に帰るかわからんのんよね。朝配信できたらいいなと思っておりますが起きれなかったらどうしよう。<laughs> ということで今日も配信ありがとうまた明日ね。バイバイ。